皆さんこんにちは。試合開始を前にしてすでに大勢のサポーターがここを G-TECH コミュニティスタジアムに集まっています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、これはめったに見られない試合になりそうですね。アウェイチームは開幕戦からここまでその力を遺憾なく発揮してきましたね。2試合を終えて勝ち点3と、ひとまずシーズンの序盤は期待通りに戦えています。ただこれに満足せず、さらに上を目指してパフォーマンスを上げていってほしいですね。ホームチームのラインナップです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。こちらがクリスタルパレスの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。Thank you. Enjoy the game.さあキックオフ。ヒッキー、さあ向こう越え、ファールを流しました。プレーオンです。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。サイドから切り込んでいきます。ゴー、ボレーシュートが決まりました。見事なフィニッシュです。バウンドした直後にキックを合わせてハーフボレーで決めていましたね。スキルが光る素晴らしいフィニッシュです。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。イニャキ・ウィリアムズ・ダニス、強烈なタックルです。ドリブルで侵入していきます。これはスローインになります。向こうにチャンス、ディフェンスの見事なブロックです。コーナーキックを蹴った。ディフェンダーがボールをクリアしました。ここでなんとかボールに寄せてきました。厳しいチェックを受けて一旦キーパーに戻します。ジョーンズ、いいカットです。ボールを奪いました。危ない場面もディフェンスがクリア。さてここでスタジオから情報が入ってきました。
グディソンパークで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがウルバーハンプトンワンダラーズに生まれました。スコアを記録したのはサラビア、巧みなタッチでゴールにパスするようなシュートを決めました。現在スコアは1対0、時間は20分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。弧を描くようなパスです。ヒューズ、ここでフィニッシュか。キーパーが止めた。得点ならず。ジョルダン・アエウ、レフリーはプレーオンを指示しています。ムココ、このタックル、ムココいけるか。キーパーが立ちはだかった。コーナーキックが入ります。一旦クリアしましたね。ジェフリー・シュルップ、ドリブルでボールを運びます。追いつきたい。キーパー弾く。ボールはエリアへ。攻守の切り替えが大事です。ファールの判定です。警告は出るでしょうか。ムココ、うまく読んでいましたね。これはフリーキックになります。ここはフレッケンがしっかりと対応します。前半終了まであとわずかとなりました。このままならホームチームがリードした。ヒューズ、同点です。このゴールで試合は同点となります。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。ああ、これだけ監督が喜ぶのも当然ですよね。素晴らしい同点ゴールでした。ダムスゴー、ムココ、ここは行かせない。タックルで止めます。入ってきたぞ。キーパーがキャッチしました。これで2分アディショナルタイムが追加されます。素晴らしい読みでインターセプトしました。スローインが与えられます。プレーは止めません。主審が流していますね。シュートだ。決まった。ゴール。ここで来ました。落ち着いていましたね。ショートレンジからあのタイミングで打たれてはキーパーも反応できないでしょう。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。前半はここまで。 G-TECコミュニティスタジアムでの一戦はハーフタイムを迎えました。
さて後半が始まりました。現在クリスタルパレスが1点リード。ここまでは順調に試合を進めています。うまくかわしました。ドリブルで前に運んでいます。このボールはタッチを割ります。スローインです。ディフェンスボールを奪います。カウンターのチャンスです。1対1です。カウンターアタックは失敗。ボールを取り返しました。福西さんもご存知でしょうが、マンチェスターシティが移籍市場で大本命を獲得しました。非常に潜在能力が高い選手ですが、それをどれだけ引き出せるかが肝心ですね。自信過剰になって身を持ち崩したりしない限り、このクラブを代表するスーパースターとなれるでしょう。このパスはカットされました。笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。スルーパスはキーパーが処理。素早い飛び出しでした。さてグディソンパークで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがエバートンに生まれています。現在スコアは1対1。時間は56分を過ぎたところです。ありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。さあカウンターを仕掛けるか。いいところを見ていました。これは見事なタイミング。ゴール。技ありのチップシュート。冷静に決めてきました。キーパーのポジションを見て行かせてきましたね。技ありのナイスゴールです。試合終了まで残り時間は30分です。おっとボールを取り返した。イニャキ・ウィリアムズ・ダニス。タッチラインを割りスローインです。さてオールドトラフォードで行われている試合に動きがあったようです。はい、最初のゴールがマンチェスター・ユナイテッドに生まれました。スコアを記録したのはエンネシリ。鮮やかなロングシュートが決まりました。現在スコアは1対1。時間は64分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。裏を取った。このシュートは枠を外れました。完全に決まると思ったんですが、狙いすぎたんでしょうか。ここで選手を変えてくるようです。いいところを見ていました。いい寄せです。追い上げなるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたが、コースを狙いすぎたのかもしれません。いい位置でカットした。厳しいチェックでボールをダッシュします。カウンターのチャンスです。おっとボールを失いました。カウンターのチャンスを生かしきれません。ビッグチャンスです。ここはブロックで守る。
いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。絶好のチャンスです。ゴールを伺う、入ったゴール。この選手がまた決めました。素晴らしい決定力です。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてフィニッシュです。2対1でパスの選択肢もありましたが、ここは自分で決めてきました。ドリブルで運びます。主審はファールを取ります。あと誰か反応しているか。プレスが効いている。カウンターのチャンス、仕留められるか。そのまま前に進みたい。見事なセーブ、ピンチを救います。オニエカ、主審が流します。アドバンテージを見たようです。キーパーがセーブ、コースを読んでいたか。チームにいい流れが来ています。サポーターも懸命に後押ししていますね。得点に結びつけられるでしょうか。危ない位置でしたが、タックルでチームを救います。サイドにスペースがあります。スルーパスが味方に通る。試合終了まで1分も切りました。阿部、打った。見事なブロック。このコーナーを追加点に結びつけられれば試合はほぼ決まります。ディフェンスがうまく対応。試合終了です。ホームチームが敗れてしまいました。勝ち点獲得ならず。開幕からの参戦を見る限り、チームのパフォーマンスは目標をやや下回っているようですね。まあ悲観するほど悪いわけではないので、システムを少し修正すれば調子も上がっていくんではないでしょうか。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。